松下武士は日本中央競馬会立東トレーニングセンターに所属する調教師大阪府出身実家近くの乗馬クラブで馬に乗るようになり競馬会を目指すようになる2003年7月に JRA 競馬学校休務員家庭に入学2004年1月に立東・安田佐夫級者の休務員となり翌月からは調教助手となる 安田旧社では攻め線の調教助手として名称投根などを担当した。2009年3月に立党武田博士旧社所属となり、同年6月からは清水久志支給社へと移籍した。清水旧社時代には統計平老の海外遠征にも同行した。2013年に5度目の挑戦で調教師試験に合格。安田旧社時代の同僚を介して、 やは義人長調教師と面識を深め、二次試験の面接練習もやはに行ってもらっていた。合格後は、やは旧社で9ヶ月間、技術調教師として学んだ。2015年3月1日に旧社を開業。旧社ではスタッフに、心身ともにリフレッシュしてほしいという思いから、スタッフを半分に分け、火曜の午後は一周おきに休みにしている。同月28日に、 中京 QR を統計タイガーで制し、初出走から通算18戦目で、初勝利を挙げた。同年6月27日には、大隅ムーンで東京ジャンプステークスを制し、重賞初出走初制覇を果たした。2017年3月12日、フィリーズレビューを2番人気のカラクレ内で制し、平地重賞初制覇。カッコ内は、当該場の優勝重賞競争。 松下節の年度別成績を参照。ありがとうございます。